どうも、本日は焦らずにラーニングフォームを改善する方法をご紹介させていただきます。本日の動画最後まで見ていただくことによって、自宅にいながらでも効率の良い走り方を身につけることができますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。本日ご紹介させていただく自宅でできるラーニングフォームを改善するトレーニングを行っていただくと、正直走りながらラーニングフォームを変えるよりももっと効率よくかつ簡単に良いラーニングフォームに変えることができますので、ぜひ試していただきたいと思います。まずランニングの動きを分けて考えると、足を前に振り出す層、足が着地してから体を支える層、地面を押して体を前に進める層、そして再び足を前に引きつける層、このように分かれてきます。でそれぞれの層でポイントがありますので、それらの層の動きを改善することによってランニングフォームは大きく変えることができます。で今言った足を前に振り出してから体を支えて地面を押して再び足を前に引きつける、この一連の流れを同時に自宅で簡単に身につける方法がありますので、本日はその方法をご紹介させていただきます。それではどうぞ。壁に手をつき、足を前に振り出し、後ろに引き、再び引きつける。この動作をスムーズに行います。股関節をしっかり動かす意識で行います。膝を前に出す意識で足を前に振り出すのはよくありません。股関節を使った足の前の振り出しが行いにくくなります。太ももの付け根を前に出す意識で足を前に振り出しましょう。股関節を使ったダイナミックな足の前の振り出しが行いやすくなります。左が膝を前に出す意識、右がももの付け根を前に出す意識の前の振り出しになります。左と比べると右の方が股関節の動きが大きく、左の方が腰が引きやすくなります。腰が引けると腸腰筋は働きにくくなります。足を前に振り出す時の足首にも注目してみてください。脱力できているとつま先は下、緊張しているとつま先は前を向きます。つま先が前を向いていると足首周りが緊張し、すねやふくらはぎが張りやすくなります。足を前に振り出すときは足首を脱力させ、つま先が下を向くようにしましょう。左が足首が緊張し、右が脱力できている足の前の振り出しになります。つま先が前を向いていると腹筋や腸腰筋が使われやすく、ももを過剰に持ち上げやすくなります。またすねの前の筋肉が過剰に緊張してしまいます。足を前に振り出すときにももを過剰に持ち上げてしまってはいけません。足の動きが直線的になり力みやすくなります。ももは上ではなく前に出す意識で振り出しましょう。足の動きが円を描くようになり力みが少なくなります。左がももが上、右がももが前の意識の足の振り出しになります。左は腸腰筋が過剰に使われ、足の位置が高すぎるため足を叩きつけるような着地となりやすくなります。右は腸腰筋は使われず、ソフトな着地となります。着地する位置が体の前になると、実際に走った時にブレーキのかかる走りとなります。足を前に振り出してから、半円を描くように体の真下に着地するように行いましょう。滑らかな足運びとなり、ブレーキのかからない走りとなります。左が体の前、右が体の真下の着地になります。左は着地した時に足に対して重心が後ろになります。一方で右は足の真上になります。左は着地した瞬間に地面を前に押すため、進行方向と反対の反発力を受けてしまいます。地面を押し出す瞬間につま先を倒してしまうと、ふくらはぎが過剰に使われてしまいます。足首の角度は変えない意識で足をリッチさせましょう。股関節の動きで地面を押し出せるため、お尻の筋肉が使いやすくなります。左がつま先を倒した押し出し、右が足首を固定している押し出しになります。左はつま先を倒す動きと膝を曲げる力で地面を押し出しています。右は足首と膝の動きは小さく、股関節を中心に使って地面を押し出せています。地面を押し出してからかかとをお尻に近づける意識で足を前に引きつけてはいけません。股関節の動きに先行して膝を曲げてしまいます。股関節を使う意識で足を前に引きつけましょう。膝の動きと股関節の動きが連動して足を前に引きつけられます。左が足をお尻に、右が股関節を使う意識の足の前の引きつけになります。左は股関節を使って足を前に引きつけられていません。またハムストリングスが過剰に緊張しやすくなります。右は膝が脱力できていると自然と足が座骨に近づきます。
最後にもう一度ランニングフォーム改善の動きを見ていきましょう。足首や膝が脱力し、股関節を中心に使えていると側部は滑らかな円を描くような軌跡で動きます。はい、ということで本日は自宅で簡単にランニングフォームを改善する方法をご紹介させていただきました。実際に走りながらランニングフォームを変えるよりも、本日ご紹介させていただいた足の動きを無意識にできるようになることによって、実際に走ってみた時にその動きというのが体に身についているので、実際に走ってみた時にもうすごく楽に走れる感覚が得られますので、ぜひ自宅でもこのランニングフォームを変えるトレーニングを行っていただきたいと思います。ということで本日も動画をご覧いただきありがとうございました。もしよかったらいいね、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。